生活倉庫ロゴ生活倉庫は、かつてユニー株式会社が運営していた、百貨店テイストを活かした、次世代タイプの複合総合専門店館である。リサイクルショップチェーンを運営していた、生活倉庫とは、野豪は同じだが、無関係。現在、2位生活倉庫を除き、展開していた、店舗全てが閉店、もしくは店名を変更している。 1994年2月以前の福井店と静岡店は中京地区本部所管であり、以降は各地区本部の所管になったが、商品は本社と中京地区本部が関与した。したがって、関東地区本部統括のユニー大口店とニーイースト21店は、食料品を扱うなど、他の生活倉庫とコンセプトが異なり、従来のユニーに近いタイプだった。 香港では2010年6月、3年ぶりに生活倉庫ブランドが復活している。1985年11月21日、名古屋市中村区椿町に生活倉庫アピタ名古屋駅店としてオープン。初めて生活倉庫の不祥を用い、日本生命が新規に建設、施設保有した再開発ビルの各テナントであり、ユニーが全社を挙げて立ち上げた。 駅西プロジェクト店舗である。当初は地下に食料品売り場を設けていたが、極度の不振によりわずか1年半で撤退した。1991年4月14日に増殖リニューアルし、生活倉庫名古屋駅店となお、改めて改装開店した。以来、地下1階から地上5階までの商業フロアのほとんどを、若者向けの医療品雑貨店や、 軽食店が占めるなど、ファッションビル的な性格が強くなり、それまでは、駅東口が中心だった名古屋駅前において、西口の発展に大きく寄与した。1997年2月期に、売上高約130億円を上げ、2000年2月期に、対前年比約6.7%減の売上高、約115.12億円で、ユニーゼン店で、第6位の売上高を上げていたが、 2003年2月期に、売上高約72億から73億円へ減少したため2003年8月17日に閉店となった。閉店後、店舗後には、ビッグカメラ、名古屋駅に支店が出店している。1990年2月、福井県福井市中央町に立地したポワンカ福井を、生活倉庫福井店として、改装開店する。旧 ポアンカは中高生向けの医療品が主力だったため、客単価が低く、OL 層も含めた、ジュニア・ヤングへ、対象顧客の拡大を図った。店舗面積約5607平方メートルで、最盛期の1993年2月期に、売上高約24億円を上げたが、以降は、売上が伸び悩み、1999年には、ダルマヤ西部新館に開業したロフトと、 顧客層が重なって競争が激化したことなどが影響し、2001年2月期に売上高約13億円にへ落ち込み、業績の回復が困難だとして、2002年1月20日に閉店となった。秋ビルは2006年、三谷商事が所有権を取得し、跡地の建物の1階は、イベントギャラリー、駅前、カオコン及び駐輪場となり、それ以外の木材橋は封鎖された。 2012年12月28日に閉鎖。翌年初夏に建物が解体され、一旦さらちとなった後、多目的ホールや屋根付広場を備えた福井駅、西口中央地区市街地再開発ビル、福井市賑わい交流施設ハッピリンとして建設が進み、2016年春に竣工している。1984年11月21日、 静岡県静岡市青池天馬町に、ライブアピタ静岡として開店、静岡天馬町プラザビルのうち商業フロアの地下1階から、地上6階までをすべて沈借して営業していた。アピタ業態の2号店で、前述の生活倉庫アピタ名古屋駅店の先行試験、店舗である。なお、当初の出店計画では、ユニー静岡天馬町店という名称であった。 食料品売り場を設けていたが、1987年春に撤廃。1989年に生活倉庫アピタ静岡店となお改めて再オープン。さらに1991年10月24日に生活倉庫静岡店と改称された。コンセプトは後日の生活倉庫アピタ名古屋駅店と同じだったが、後の生活倉庫名古屋駅店と同様に再三の 問題から2000年8月19日に閉店する。閉鎖後は、後継テナントが見つからないことから一旦空きビルとなっていたが、後に、ビルの管理者である地権者組合が直接運営に乗り出し、ファッションビル、GoJ に姿を変えた。2007年10月、東急モールズデベロップメントが商業フロアをすべて退釈し、静岡109として営業を開始し、 さらに2017年11月に静岡東急スクエアとなり、現在に至っている。1991年3月27日、神奈川県横浜市神奈川区に雑貨倉庫、ユニ大オグチ店として開店した。食料お品を扱いながら、当初は東急ハンズをもする店作りを行ったが、1993年9月から特色であった。 ヨーロピアンカジュアルの旅行グッズや高級食器の取り扱いをやめるなど、雑貨売り場面積の比率を下げて店名から雑貨倉庫を外し、ユニー大口店として営業するようになった。ピアゴ大口店への解消を経て、メガドンキホーテニー大口店への業態転換を行った。後に、愛知県庭郡大口町のアピタ大口店がメガドンキホーテニーに業態転換することとなり、 横浜の大口と愛知の大口の混同を避けるため、メガドンキホーテに横浜大口店に店舗名称が変更された。九百九十二年九月三日、東京都江東区東洋に鹿島建設グループと共同開発した複合施設、東京イースト二十一の各店舗、生活倉庫2位イースト二十一店として、鹿島東京開発が運営するイースト二十一モールや、 ホテルイースト21東京と共に開業した。ユニーでは東京23区内で初の出店となった。売り場は当初から建物の1階から4階まであった。店舗面積約13,911平方メートルで2000年2月期に対前年比約5.3%減の売上高、約135億円でユニー全店で第2位の売上高を上げていた。 近隣に伊東洋華堂やジャスコなどが進出して競争が激化したことに対応し2004年4月10日に改装品ぞろえの拡充と直営売り場の一部専門店化を行ってアピッタイースト21店に改称した2007年8月19日閉店跡地の建物はそのまま1階に後継として クイーンズイセタン東洋町店が2008年4月25日にオープンしたが2009年8月に閉店。2009年11月21日にサミットストアイースト21店が後継として開店した。2階以上はビジネスセンターとして独立区画した企業のオフィスとなっている。その際、木座橋を結ぶエスカレーターを撤去している。 ユニーの新業体店の発想は、顧客主導型ではなく、マーケティング主導型に転換し、未開拓のニーズを掘り起こすことにあった。店内においては掲示物を含め、昔からの GMS 業態全とするユニー名を、ほぼ徹底的に秘得排除したため、ユニーが運営する店舗だとは思わない買い物客もいた。1968年9月、総合スーパーの ホテイア福井ショッピングセンターとして開店し、合併によりユニー福井店となった後、駅前都心立地型の同店を業態転換し、1983年11月12日に中学、高等学校生向け医療主力のファッションビルとして開店した。当初、スペラダとして計画されたポアンカは、ヤングファッションをメインテーマにした新業態1号店であり、 YLCES を目指していた。同様の思想を持つ、アピタ業態1号店、ギャラリーアピタトヨタ店よりも早く開店している。アピタと異なり、ポアンカは、食料品を扱わなかったため、ファッションビルに近いタイプの店舗となった。店内に、ミニ FM 局を開局したり、無料の開員制度、ポアンカメートで顧客を募り、月刊誌、ポアンカマガジンを発行したりするなど、 ティーンズ顧客層の開拓に努めた。店舗カラーはアピタのイエローと異なり、ライトパープルを採用していた。店舗は4階建て地下1階。フロア構成は B12、飲食店、ファンシー雑貨を1階はティーンズ、ヤング対象の婦人関係と生活雑貨、2階はティーンズ、ミッシー対象の婦人関係、3階はヤング対象の紳士関係、4階は フリースペース、パソコンショップ、レコードショップ、ミニ FM スタジオとなっていた。駅前リッチ型のユニートヨタ店を25億円かけて増床リニューアルし、1983年12月16日に開店する。ユニーの GMS タイプの新業態は、同店が1号店となった。店舗は6階建て地下1階。フロア構成は b 1に日用、生活雑貨を、 1>, 1階は食料品、2階はキャリア、ミッシー対象の婦人関係、3階はティーンズ、ヤング対象の婦人関係、4階は紳士、ベビー、子供、5階は文化品のほか、飲食ゾーンとなっており、当時の店舗全体は専門店業態を主にしたショップの集合体であったことが特筆される。リッチ型のユニト店をリニューアルし、 1984年4月21日に開店するスポーツ施設を併設した複合専門店ビルとなっていた。ハートスタッフは気分は皆友達だというイメージからハートとスタッフを組み合わせたものであり若い人たちや若くありたいと願う人たちの生活時間の充実を想像していく店をストアコンセプトとしていた。社員はヤングライフクリエイターの肩書きを使い スポーツを暮らしの中に取り入れて心から楽しもうというスポーティマインドの提案活動を行った。店舗は3階建て地下1階。フロア構成は全館直営で B1 にスポーツマインドを活かしたバラエティグッズを1階は男女共通のアメリカンカジュアルヨーロピアンカジュアル等の衣料品2階は文具、キッチンなどの日用生活雑貨3階は 開演性のトレーニングジム、エアロビクススタジオ、ロッカーシャワールームとなっており、地下1階から2階までの物販部分は、ギャラリーエアピタと同様に専門店業態を主体にしていた。現在、書き店舗の一区画は、かつての生活倉庫業態の一部を受け継いでおり、セレクトショップ2種、アンシャンテとして残存している。ありがとうございます。